セブンズ TV をご覧の皆さん、東西街道連の島です。セブンズ TV メンバー人間体感機バラスです。東西街道連のゆとりです。というわけで本日は動画の前に我々セブンズ TV よりお知らせがございます。以前お話してました千話記念のプレゼント企画、そちらの詳細をここで発表しようかなと思います。ちゃんとやるね。やります、やります。ここまで沈黙を貫いてきたわけですからね。はい、というわけでまず一つ目、こちらがですねセブンズ TV 千話記念クオカード、こちらをね100万円分1000名様にプレゼント。うわー、想像してたより本当にプレゼント企画や。俺はびっくりしてる。すげえちゃんとしてるじゃん。なんかデザインもしっかりしてるな。そう、しっかりしたね。我々のね新しい絵がね描かれたねクオカードなんですよね。だからこちらをね1000名様にプレゼントしようという企画。ただねこれだけじゃ終わらないのよ。セブンズ TV でございますよ。2つ目がですねマル秘プレゼント。このマル秘プレゼントはねただのマル秘じゃないんです。我々さんに僕とワロさんとイトリくんが3人で手渡しに行くと、スマホが家でペポペポって言ったよ。おい喧嘩しようや。勘弁してくれ。もうそれは本当にやめてくれ。ですね、そちらをですね、我々が手渡しでお渡ししに行くという感じになっております。はい、でもこの手渡しの方がですね1000話目で放送されますんで、はい、まあ、顔出しが OK って人なのに、あ、うん、応募していただければなと思います。こちらの2つのプレゼント、どっから応募するねって言いますと、本動画の説明欄に書いています、はい、応募フォームより応募が可能となっております。はい、でですねクオカードもマル秘プレゼントももう俺たち3人の独断と偏見で選びますんで、うん、はい、そのメッセージが書けるところがあるんで、ぜひ意気込みや我々に対するその思いであったりとかね書いていただければ、いい、我々もね先行しやすいかなと思いますんで、はい、欲しいなと思った方はその応募フォームよりメッセージも書いて名前も書いて、はい、応募していただけると良いかなと思います。でですねこちらの期間が本日ただいまの時間より9月30日の23時59分までを予定しておりますので、欲しいなと思った方はもう今すぐね、もうパッて概要欄すぐ見れるんだ、概要欄ちょっとやってね、ごめんなさい、クッてやってね、どんどんですか。あ、なんかね、一応そのプレゼント企画でマル秘のやつやるかやらないかはチェックでも選べるみたいな。ああ、なるほどね、うん、ということは欲しい方はチェックを入れてもらったもん、うん、というわけでですね、皆様に支えられてもうすぐ1000話までところまで来ましたので、うん、はい、何卒今後ともセブンズ TV の方をよろしくお願いします。はい、といったわけで本日の動画は何ですか。いや、ちょっと俺がいなくてよかったせー。ぼちぼちで何かあった。あ、最近ちょっと嫌なことがあった。今日のぼちぼちあれだよ、やり上げてるよ。あ、やり上げてるんだ。ああ、別にやり上げててもさ問題ないんだから僕はもうやり上げたいから一旦卒業しますから。やり上げたい、やり上げて一旦卒業しましたから。といったわけで今日はワロさんとゆとりくんのぼちぼちを楽しく見ていきましょう。それでは動画へうわしょ。誰もがみんな待っとう激アツの炎を超熱戦超熱戦この体突き当てるまでもやって Hey ウェルカムたち裸のためなんて関係ない Hey パーフェクトパーフェクト心でちぎれるまでは朝日の段階と勇気折れない心と我らの勇気やるならガチが当たり前だろ We are Seventh TV。 はい、やってきましたね。羽田空港佐賀のぼちぼりに向けて長崎に行くと、はい、渡り歩くね。そうだね。飛行機で長崎空港着いて、そこからレンタカーで、あそこどこだろうね、なんとか温泉に行きます。はい、一応前日調査もされてるから、はい、もう午前中の便で向かいます。向かいます。はい、到着。はい、到着。でもここはまだ目的地ではない。ではない。行きましょう。出発、行くぜ。こっから佐賀県に行きます、うん、でもなんかそんなかかんないんだよね。俺らが泊まる宿はこっから36分だから結構近いね。うん、俺言うて長崎来たの小学校3年生くらいだから27、8年ぶり、うん、思い出ないでしょその頃。いやー、行島に行ったね。その時初めてか2回目かのウニを食べて、うわウニって美味しいんだってなったのが長崎だね。ああ、なるほどね、うん、じゃあウニ食べないと。佐賀って言ってもね、こんだけ長崎と近いんだからね、いいウニあるでしょ。じゃあもうあの時の思い出がね急にブワーッて蘇るような。デスノート触った時のキラみたいな。あー、俺の親父は本物じゃない。いやー、空いてるね。
決して俺も遅くないんだけどね、動画用だからとか関係なく、うん、遅くはない。動画で使える限界は攻めてる。なんかスピードおかしくないってならないぐらいの限界ギリギリ。だってもう本当にこんな車いないのに5、6台抜かされてるもん。早い。めちゃめちゃ速い。すごい速いよね。俺が知ってるスピード感覚でもね、段階ぐらい上だね、スピードの感覚が違う。すごすぎる。高速でワロさんの運転で乗ってて、こんなに車に抜かされてるの初めてなんだ。そうだよね。いつも抜かしてるのに。バカ野郎、安全運転だろうがいつも。バカ野郎。いつも低音ロードっつって。バカ、こんなこと言ったことないよ。右車線低音ロードっつって。どけっつって。バカ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 。綺麗だね。わ、めっちゃ綺麗じゃん。めちゃめちゃいいね。お疲れさま。はい、じゃあ今日お世話になる宿がこの高砂。高砂行きましょう。はい、はい、ということでね、待って、スタッフじゃないわ。なんや、メガネは。なんや、それあかんで。ということでね、嬉野温泉に来て、嬉野温泉街、足湯とかも行ったけど、まあちょっと居酒屋とかもいろいろこう入っとこうかなと思って、2軒ほどね、はしごしてたしなむ程度に、やり上げてないことを証明するために言いますけれども、もう10時前と、もういい時間に終わらせて、で今もうね、すごい雨の中、びしゃびしゃよ、びちゃびちゃになって帰ってるんですけども、ここから嬉野温泉の温泉を堪能してね、疲れも取って。ゆたりくん、うん、絶対に嬉野温泉入ったら二日酔いとかむくみとか絶対ないよ。そう、もう明日ワロさんの顔がむくんでたら、よう見て、よう見て、よう見て。そう、そう、もう多分ね、明るさ補正してもかなり厳しい。お、もう雷が、うん、ね、ちょ、命の危険なんでね、はい、もう今びちょびちょなんで、もう温泉に入ってすぐ眠ろうと思います、はい、それでは明日の俺たちの実践パートへどうぞ。はい、ということでね、はい、最後に撮ったのが何か覚えてないけれども、はい、今の明日もあるからと言ってね、はい、お風呂入ってすぐ寝ると言ってね、今何時ですか。時間1時半だね。1時半だね、うん。で深酒だね。またやっちゃったね。見てもらえれば分かったけど、雑談やり上げ。明日が本番ですから。そうっすよ。そう、明日頑張って明日ごちょ盛りをすると。はい、うん、それじゃあ明日のうちらへどうぞ。信じられん大雨だね。もう佐賀の方々で安全運転しちゃってるもんね。みんなゆっくり走ってるもんね今日。これさ、今日みんな来るのかな。いや、これちょっと注意喚起したいもんね。昨日と打って変わってすごすぎるんだよね。山の天気は変わりやすいから大雨警報出てるもんね。これやばいよね。でもちょっと安全運転で、はい、安全運転で向かいたいと思います。はい、はい、セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西街道連のゆとりです。セブンズ TV メンバーミスターゴチモリワロスです。ということで本日はゴチモリ、ゴチモリ。今回の企画はメンバー2人で行うゆるい出玉バトル。勝った方が負けた方に飯をおごる。でもどっちもマイナスなら負けた方がおごる。勝っても負けてもいっぱい食えよ。大雨をくぐり抜けて、はい、できたのはこちら、佐賀県西松浦郡にございますさくら有田店さんです。はい、到着したら雨も上がる。ね、山の天気は変わりやすい。変わりやすいね。あと結構いたね、人が。結構いたね。来れねえんじゃねえかなと思ったけど、うん、みんな別に雨の話一切してなかったね。当たり前ですよみたいな。なんなら傘持ってないしみたいな、うんうん、びっくりした。まあそんな感じでね、抽選がこの後なんで、とにかく今回はもう佐賀を楽しんで帰るという最大目標があるわけですから、はい、まあ、昨日一応下調べも済んでるから、なんとなくどんくらいの値段買っとけばいいかも分かってるわけ。うん、分かってる。昨日の感じだとそんな無理しなくて大丈夫。そんな無理して万枚出さないととかじゃなく、2000枚出したら全然余裕だね。余裕だね。まあ、じゃあそんな感じで、はい、うわそんな感じでね、もうカメラの固定もできなくなっちゃったから、もうすぐ抽選なんで、まあ、抽選受けて早速実践パートの方へ移りたいと思います。それでは実践パートへゴー。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。はい、木製がないようにこれ、あ、一番困る。これね、スロット台数ギリ溢れるっていう、ちょっと一番困るね。ゆとりくんはもう任せた。開けようか。あ、え、すごっ、え、すごっ、任せたわ。任して。お願いします。
101番の方101番の方、あれ101番の方ですか、こちらに102番の方、もう3分しかない、102番の方、あちらに103番の方、104番の方、105番、106番の方、107番の方、108番の方、109番の方で、僕110番なんで、じゃあもうこれ以上、これ以上もう自由にやってください。111番、112番の方、113番の方、クソ番を引くとね、あやってけなげに働かなきゃいけなくなる。よかった、引きが強くて。これいつまでやればよかですか。あともう皆さんでお願いします、入場なんで。おはようございます、よろしくお願いします。久々にこんな抽選いいね。おはようございます。あれ北斗どこだ。 あったあった端っこにします。一瞬で埋まりましたね。ということで北斗の剣で昇天させます。いくぜ。よし、入場でございます。ちょっとねもうあの整列がギリギリだったけどなんとかなりました。やっぱねいいことをするとね運がついてくるから間違いなく負けないでしょう。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます。あれ意外といける、意外といける、わいけるいける、あい焼いてない、ダメだ。パチンコ打ってもよかですか。しつこいエヴァンゲリオン俺。いや許してほしいエヴァンゲリオン。じゃあ朝一まで、ね、エヴァンゲリオン明日への方向行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで佐賀県のごちもりでございます。北斗の県でございます。まさかあんなに抽選番号いいとはね。行きましょう。抽選人数がね多分150名くらいだったのかな。4番ですから東京のパチプロ見せちゃったね。早速カバネリに行くか北斗に行くかそこら辺を考えて北斗にしたと。でかく勝つならこっちだから勝つことが大事って言ったけど別にね北斗の構成って負けないと思うよ。ちなみに俺北斗未だに昇天なしなんだけど佐賀ごちもりで初昇天やってやろうと思います。こりゃ中段、うお中段チェリーかと思ったら朝一リーチ迷惑と恐ろしい引き。500球ゲームオハテンは確保したんですけどついつい引いてしまいました。さあということで朝一は景気よくリーチ迷惑から531ゲーム、投資が18,000円、まあ2万円以内ならね許容範囲内でしょう。で俺バトルボーナス終わった後画面タッチするのめっちゃ忘れるからちゃんと覚えておく。今日は絶対忘れない。7割5分押せるんだけどやっぱねどうしても 25% くらい忘れる。はい、さすがに北斗揃いはなかったか。さあ何オーラ、あオーラ色がついてるだけマシ。さあ大事な大事な一発目いきましょう。佐賀での初めてのバトルボーナスいいね。足が出てくるのが遅いだけでいいんだよな。はい、えマミオボイス、あこれあれか中段ジェリー扱いになるやつか。ここはまだ一応あれだもんねバトルパート扱いだもんね。継続確定した後に引いたら宿命バトルの抽選か。全然出てこないけど引き損だったっぽいから今のマミヤボイスのことは忘れるわ。聞かなかったことにする。切り替えが大事だから。ういえ2セット目佐賀県出身のケンシロウと戦っていく。ういえ防潮波じゃなければよーしキックなんなんとかなる。はい避けて、うん、ういえこの雲の動きがいいんだ。いまだにさこの500パートでの宿命バトルの突入率って出てないよね。あと無双転生チャンス中の抽選確率も出てないでしょ。設定差があるのかもしれないけどさせめて設定1の数字出してほしいよな。そこ無理めな数字でもいいから。だってね設定差がないんだったらさ出しゃいいじゃん。こんくらいで成功しますよって出してないってことはなんかあるんだろうね。さあセット目ケンちゃん、うん、さあお祈りタイムよーし、まあ当たるけれども問題ない。クボ OK、 そろそろケンちゃんのかっこいいとこ見たいな。やっぱ4回に1回くらいは攻撃して安心させてほしい、安心させてほしい。はい、まあやっちまったか。これは厳しいね、この豪勝派は厳しい。4連の431枚、まあそうだよな。でもジャギスタートいいね。
え、俺初めて言われたジャギだよね。これリンしか喋んない機能だと思ってた。高設定差中めっちゃいいやん。高設定差中が出てすでにリーチ迷惑も引いてて、さらにジャギスタートとちょっと投資がかさんだけれども最高の朝一。希望を持って回せるわ。もう絶望する必要なんてない。はい、おはようございます。私セブンズ TV メンバー人間体感キマロスです。本日はゆとりくんとのごちもり朝一取った台はエヴァンゲリオン明日への方向打っていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、そりゃそうでしょ、勝ちに来てんだから。え、ゆとりくんは何？え、俺北斗の内かの前回俺北斗でゆとりくんが明日への方向じゃん。教えるわ。ちなみに北斗の内かの取った理由が、あの隣がゴブリンプレイヤーだから、なるほどね、了解です。ゆとりくんは内かの北斗いいんじゃないの、設定入りそう。はい、2万円目159回転回ってる。1万円でまあ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 別にね、全然戦える。もっと限界回転数で俺は勝ってきたから。どうぞ。はい、頑張ります。もう赤手ロープ珍しいね。ユリなんだよな俺。ユリって言葉覚えた。え、これ疑似レンやん、めっちゃ熱いやつ。うわ、これ最終号機プレイじゃん。絶対発展するわ。アッカテロップ入ってるもんね。そらそうだな。やっと来たなチャンス。221回転もういい頃と思ってました。これシェイクの色に注目ね。みんな金なら脳汁プシャーだから。シェイク、あーノーマルだね。いけよ。よーし、当たりました。なんだかんだ当たる。最終号機221回転投資が14,500円。ドックン全部奇数って、これもこれ懐かしい、懐かしの気持ちのいい昇格パターンのやつ最高だな。楽しいんだよエヴァンゲリオン、そりゃなくならないわパチンコ屋さんから。はい、じゃあ朝一はキャオルで。おはよう新次君、朝だよ、一緒に回そう。あ、モノクロだ、当たった。当たりました。キャオル、うーわ、これもうキャオル君、え、なぜキャオル君いないの。ピンテロップ美しい。鳥肌、鳥肌しちゃってるわ。モノクロ気持ちいいよね。僕の実践地だけどガセったことない。あの瞬間に当たりって感じ。すごびだね。ああ、キャオルクモードなんで復活キャオル見れますよみんな。え、あんな外れんの。え、金税だよ。え、みんなとんでもないもの今見たよね。え、ちょっと待って、心の整理が追いつかない。待て待て、あっ、これ当たって、あ、すごい。さすがにだよね、泣いて。はい、グリーン入ってキャオルくんチャンス。これも強いから、ただもう俺はもうキャオルくんと出会うまでは安心しない。ロンギー3点敗。さすがに、もうすごい、こんな汚いレインボーある。ギコギコはいたしません。スーッと保留連するでしょう。ついに佐賀でもやっちゃいました。ああ、保留連だね。ういほい。はい、次当たれば投資分に追いつきます。まあ、難なく突破するとは思っております。ワンキャオルしたらモード変更したいと思います。もうカオルくん恥ずかしがりやだな。もうギューンって泣いて7が止まった瞬間に梅雨。なのでこれで投資分に追いつきました。こっからは今日合流する分、残り20になっちまったか。どうなるんだこれ。これキャオル君どうなってんの。キャオル不在。あ、もうダメだこれ、ダメだ。もうトントンになったら終わったわ。いやー悔しい。
キャオル降臨せずか。まあそれが先般だな今回。キャオルを見れなかった。まあもしかするとね、ここに浮かんでいた可能性はあるけど、俺いつも見逃しちゃうんだよな。まあまたすぐ当てましょう。頑張りましょう。よし、天国のチャンス目だね。いやー、468ゲーム投資が2万7000円だね。初当たり重いね。よっ、緑オーラ嬉しすぎる。これで一気に負けろ。さすがに 79% 以上はあると思うよ。おいえ、継続確定。中段チェリーと同じ扱いだ。いいね、こりゃ継続率いいでしょ。 OK、 いいえ、ケンシロウの攻撃当たってるの見たことないかも。喋んない。レイが攻撃とかしてくんないかな。とりあえず 79% 以上は確定させたいね。いや、いいよいいよ。殺すと書いてやる気に満ち溢れてるケンシロウ。殺意を感じるわ。とりあえず本日最高レンチャンを目指そう。ここを突破する。4連くらいね、あっさり超えてくんないと。緑オーラなんだから。 OK、 今回めっちゃ攻撃するな。ケンちゃん攻撃は全く当たらないけど積極的でいい。ようやく5セット目来たな。俺はね、愛を取り戻せが大好きだから、聴かないことには始まらない。あの曲が聴きたくて北斗打ってるんだから、愛を取り戻せお願いします。だー、これ怖いな。ケンちゃん、うん、はい。うわマジ緑オーラだったのに。うー、試しに立ってみろ。いやそうだよな。571枚。いやそうだよな。いやでも邪気スタート。うすうす気づいてるんだけどさ、俺北斗下手なんだよな。全然連チャンしない。えマジ子役引いてないから本前兆だったわ。やば、24ゲーム。持ち玉540枚。はい、レインボーで。はい、えマジ。これが言霊ってやつよ。だなあ、ぶっ壊しチャンス。これで昇天させるわ。昇天まで一気に行きますか。高速の雲とか来ちゃうかな。あれ今日初のリンちゃん来ちゃうか。ドン、ええ北斗適性見えちゃったねこれね。ちょっと下手かもなーと思ってたところからの本前兆、そして赤ななレインボーからの単発。しかもなんなら豪昇波ですらないから、俺もキックの時はいはいはいって感じだったもんね。怖くなっちゃってる。聖域末が、こんなの北斗揃い引くしかないじゃん。はい、あー何この月下ステージみたいなところ初めて来た。ロングも初めて見ました。199回転89転敗。もうレイ背景ついちゃうよ。月下ステージなんだからレイ背景なし。ロングセリフマジ出ないからね初めて。はい、 120% 当たりました。もう安心だね。早すぎる。まだ持ち玉4000玉あるわ。もうメモしちゃいます。そい、よい、これねラッシュまでついてくんじゃねえかな。この感じ超えるな。超えれないか。多くを求めすぎたね。まあ別に時短引き落としも面白いっちゃ面白い。まあみんなそういう奇跡を見たいからね。時短中ねレアな演説が見れるから結構好きね僕。あ、しまったよ。え、待って、時短中にこの演説やっちゃうの結構すごいことやってるよ。はい、どんな演説来る。転敗すれば確定です。赤、赤とかじゃない。マジかこれ、引き戻しだ。やばすぎるこれは。さすがにやばい。もしかすると時短中にこのいきなりラッシュモードは濃厚っぽい。もうエヴァプロはもう速攻反応しとった。恥ずかしいね俺。エヴァプロを歌っておいて気づかなかった。やっぱ当たるか。マジ楽しいわ。俺はしつけえからキャオルクモードもう一回行く。ド変態だから。
はい、気持ちいい。どんな協力見れるかな。はい、レインボー、ドドドドドって、ドド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 ドって。キャオル兄貴、いつ来る。まあこのね、キャオル君を待ちわびながら当てる、連チャンするのもね、またいいよね。これまずくないか。え、全然連チャンしない。この ST の芯の芯で当てる気持ちよさやっていい。いてほしい。芯当てしたいな。残り10。芯当て。またキャオル君見れず。3連で終わりました。ちくしょ。じゃ持ち玉は7000発にはなりました。確実な勝ちの玉数ではないね。頑張ってまた当てましょう。ほい、よし。158ゲーム持ち玉です。444倍、不吉。氷水下で天狗かけて中段チェリーをすぐ引いて刺すとお手本通りのような当て方だった。お詫びレインボー来ないかな。はい、どう見ても白。ほい、ナイスパンチ。トキ、うん、おいおい、まさかパンチで終わるとかないよな。本当に何もできないぞ。173枚。うわ、すごいね。ジャギ2回目。どうやって勝てばいいんだいこれ。よし、さっき俺チェリー取りこぼしたんだけどさ、それが中段チェリーだったってことなんかな。こっちに出てないけど。ということで338ゲーム、投資は2万7000円変わらず。174枚。また白オーラ。いや、キックならいい加減耐えていいんじゃないか。レインボーオーラダメだったけど、でもすごい弱いケンちゃん。92枚。うわ、設定4以上確定。まあ、今までで一番いい挙動だなとは思ってたんよ。この金トロフィーに恥じぬ実践にしなきゃいけない。どうだ。はい、天国での強水化から161ゲーム。ただ追加投資しました。投資28000円。でもこいつはもう設定4以上確定してるから理論上負けないはず。あとはケンちゃんがちょっとやる気を出してくれるだけで勝てるんだけどね。よっ、青ね。てか今日初当たり7回引いて15セットしかやってない。やばすぎるでしょ。ないない、4連続単発はない。ふい、もうこうやって継続させるしかねえな。 OK、 久しぶりの継続。おっと、ようやく引いたか。本日初の宿命バトル絶対取る。リプレイリプレイ。お、引いたかも。はいはいはい、もう、うわ、取ったわ。あとはレイが来てくれれば。いないけれどもまだわからない。レイ、うん、いない。これでマクロ。さあやりますか。今回初の自力勝負だな。うー、今ちょっと長かった気したけど。はい、なあんなに頑張って継続させたのに、きつすぎる。424枚。もう今日に限らずだいぶ長いことをリン復活見てないわ。いや、綺麗に当てたね。天国から中段チェリーと。80ゲーム、持ち玉347枚。ここに来た初当たり軽くなってきた。あえて挟むよ。赤赤、レインボーが単発だった分ここか。もう設定4以上も確定したし、初当たりも良くなってきたし、あとはマジでケンシロウが頑張るだけ。弱水化から素晴らしい、絶対取る。いや、リプレイでいいんだぞ。リプレイ引いたか。よし、 50%、 せーの、 OK。 レイさん、レイさん、レイいない。仲悪いみたい、全然来てくんない。さあ赤オーラケンちゃん。よし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 、あとはケンちゃんが避けるだけ。はい、避けない。いや、立てるよ、赤オーラなんだから。いや、そうだよな、さすがに。おお、危ない危ない。いや、いいよいいよ、褒めて伸ばす。よーし、ケンシロウ、お前の強さを見せつけて。はい、見せつけてくる。これが赤オーラのケンシロウ。ものすごく強い言葉を使っている。あえて食らっていくと。雲高速あるかこれ。え、雲止まってる。いや、これユリア復活。おーっと、普通に復活したわ。
いいよいいよ、女に頼らないっていうのもね男らしくていいわ。北斗神拳伝承者なんてね圧倒的強者なわけですから、女子供には頼らん。兄弟での会話はなし、冷め切った兄弟関係。さあケンシロウ、ケンシロウ来ない、パンチ、いやーキックなら大丈夫、いやいやいや耐えられる、今回のケンシロウは耐える。雲動いてないけど、よし助かった、ようやく見たぞリン復活。やっぱ頼るべきは心を通わせた仲間だね。女子供には頼らん。ケンちゃん愛を取り戻そう。ゴー、あー処理落ちしてた気持ちよすぎ。あーリン復活ね、いやーなんとかなるもんですな。豪勝橋を打つの気持ちいいね。改めまして愛を取り戻しに来ました。もう全然流れない、いやマジ、いやもう凛にかけるしかねえわ。748枚、いやー北斗を打つ上でさ愛を取り戻せが聞きたいってそんなにわがままかね。かなり志の低い目標だと思ってたんだけど、赤オーラでも10連しないんだもんな。まあでもこれで一応持ち玉1000枚超えました。今日一の出玉にはなってるけれどもマイナス、いやでも初当たりは軽くなってるからね、設定の良さを生かしていこう。え赤い、うわめっちゃ早いわ。これ AT 後に天国だったってことかな。弱水化とチャンス目しか言ってない。素晴らしい、持ち玉1039枚、41ゲームもういいよ。白オーラでも40ゲームくらいで当て続ければね増えるんだから、単発でも。それそうだな、でも今日最高持ち玉になったわ、1179枚。また速攻で当てよう。 OK、 追加投資したくない、いけ、おい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 、やりました、持ち玉が2000玉、勝てるぞ。あのなんかゆとりくんの後ろ通ったけど悲壮感えぐくて声かけれんかったわ。俺がなんとかしましょう。泣かない止まれ、いけ、マジか、通常か、472回転。俺はもう V アタッカー見ちゃう。お、あーいける大きな声出ちゃいました。完全に空いております、ガバガバです。えい、グーテンモーゲン、この赤バージョンうわかっこよ、鳥肌ものつきたわ。やりました、このままだと2人とも負けたらコンビニでご飯買って足湯に浸かりながら食うっていう最低なムービーになっちゃう。あ、俺キャオル君モードしてない、動揺しちゃってる。いやただキャオル君モードであまり連チャンできてないからバランスモードでキャオル君も出すっていう、天然のキャオル君出すか。なんかゆとりさん見に来たな今、なんであいつ声はけないんだよ。いやもうあれよあれよと残り8周、これ駆け抜けちゃうと450玉で終わり。なんかダミってる、うわ嬉しい。おおこれさっき外れたからな、許さんぞカジ。危なかった、マジ危なかった、キャワイ。なんでボタンなの、え怖くない、またやるこれ、危ない、本当に危ない、同じ鉄は踏みません、危なかった。ドレミファーイ、なんか音だけおかしくなってる、バーブワブワ、赤になってる、残り50でコラ保留、この保留ノーコーション保留、ブラーになったわ、溶かされる、総流、よし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 、ドレミファーイ。多分ねバランスタイプの良くないところ、7アオリがまあまあ来ちゃうってところだと思うんだよね。ただそれすらもアイス、それが本当の愛、悪いところもアイスっていうのが本当の愛。熱い、熱々、バランスモードよくできてんな、
いや、当たるか当たらないかもう五分五分と思ってるけど、あ、俺これ知らない演出だわあ、え、こんなの見たことない、珍しい当たりでしょ。あれ、これ初号機が起きればいいの。あ、揺れた今、わあ、変な演出。まあ嬉しいことに変わりない、118回転なんとか当たりました。まだ初めて見るリーチとかあるんだ、全然打ち込み足りないよね。あ、嬉しい、肘、よし、あ、頑張ります。どうも、すごい、もうめちゃくちゃご年配の方、多分推定70歳手前ね、ステッカーくださいって。そう、結構ねパチンコ打つようになってからご年配の女性の方も見てくれてるんだよね、嬉しい。で、秘宝が1個あったんだけど、セブンズ TV VTuber 七福あかねのお母さん、パチンコ打つっぽくて、僕のパチンコ界は似てるらしい。困るよね、ちょっとあのいらんこと言うの、あのキャオルくんとかね、つぼみだねとか、芝生とのエヴァの回とか最悪だったからね、下ネタしか言ってなかったから、それ聞いた瞬間俺冷えってなったもんね。七福あかねのお母さん、先輩は一生懸命パチンコ打ってます、真面目です。あー、もうこの反応見て、お母さん、はい、プッシュも赤だったね、もう文字も赤だった、天杯図柄も赤、これすなわち当たるって意味です。はドックンキャオル、適当じゃん俺。残り50、こっから天の気持ちいいんだ。あ、来た、緑保留かばって、もっと色、わ、緑保留ダメなんだよな、さすがにこの優勝緑パターン熱いだろ。あー、熱い、シャムシェイド、どうなんだこれ、レバーくればって感じか。もう対戦相手誰だろうは関係ない、レバーとかボタンではないと、もう力でやると。シャムシェイドやりました。うわー、気持ちいい、今日負けねえだろうな、何食おうかな、佐賀牛食っちゃう、よし、あ、硬い。はい、10回目、まずいな、10連の区切りで満足してしまっているタイガー、残り20から勝負だ、ここ返せれば、マジかこれ、まあまあまあ10連13,950発、とりあえず今日の負けはなくなったね、あとはゆとりが奇跡を起こすか、俺がどこまで伸ばすか。ゆとりさん頑張ってっから俺のこの連チャンで安心してないかな。よーし、これはもらったね、でかいババアと戦うの初めてだわ。え、これ確定だよね。いいですね、167ゲーム、持ち玉977枚、初当たりはマジ軽くなってる、キーローラは本日初、よーし、いやー、進化、とにかくね、無双転生バトル入れないと無理だ、まずはここからレア役行くしかない。チェリー、リプレイか、お、今日俺宿命バトルめっちゃうまいわ、3-3、よく勝ったね今、あとはレイが来てくれれば、全然来ない、船か、レイいないね、キーローラなのに、素晴らしい、キーローラに見えたけどもしかしたら金色だったのかもしれない、今日初めて攻撃を受けたな。あれ、3セット目にマミヤって珍しくない、いつもケンシロウだよね、これ継続するんじゃない、これは大丈夫でしょう、いやー、回避性能が高い、これが金オーラ、いいね、いいね、今日ずっと避けてなかったのにこのバトルボーナス中めちゃめちゃ避ける、回避性能プラス2って感じ、お願いします、もう全然流れない、全然愛を取り戻せない、そうだよな、打ってくると思いましたよ、分かってましたよ、強情派なのは、マジで続かねえな、なんで一体どうしてなんだい、はい、655枚、もうしっかりプラス1になったんだけどね、これで300枚くらいプラスかな、1621枚なんで、逆にすごいよ、一度も愛を取り戻していないのにプラってるからね、どうよ、4以上、筋トロは出てる、で、ほんとトントンくらいだわ、まあ、俺は
かつちょっと今日の夜雨だとなんか気に入られちゃうから、あれでした、うん、天候も変えた、あ、天候も変えた、雨降らんよ今日。おー、マジ正直ね、勝ってるうちにやめたいよ。ちなみに俺は1万5000発ぐらいプラス、まあ、任せるんで。了解しました。はい、頑張ってください。はい、ゴチになります。とてもいい報告が来たね。あとは俺が負けなければ今日は素晴らしいゴチモリになるな。760ゲーム、やめ時間違えちゃったね。追加投資はしてないですけど、持ち玉が250枚までやりました。緑ワンチャンス生まれてるか。いや、もう白だったら完全に諦めたけど、緑ならまだなんとかなる。やばすぎるでしょ。もうやめるわ、こんな目に遭うとはね。北斗恐怖症になっちゃったな。とんでもない実践になっちゃったけどね、ワロさんが頑張ってくれたみたいだから、俺はもう逃げるようにやめるわ。お疲れ様でした。嬉しい嬉しい、今日めちゃくちゃ初当たり引いております。目の茶よ、めちゃくちゃよ。今日初当たり306回転。そろそろ中津、まあ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 、ラッキーですから。あ、入った、マジマジ、どんな演出来るかな、楽しみだね。いや、さっきと同じだね。キャオル君に言ってもらいたいんだけど、おめでとうって。もう今日俺がおごること濃厚すぎない？あ、気持ちいい。あ、半端じゃないこれは。もうマリアージュ、濃厚損保留と変化のキャオル君だこれ。キャオル君モールじゃないのに天然のキャオル、やば。いや、これ保留連もあるだろうし、すげえわこれ。はい、 V 告知はなかったけど、保留4つ目変化保留です。これだ。あー、これ当たらないかな。いや、でも前半中にこのミッションって熱いよね。ダメだ、ダメでした。はい、濃厚ション保留から変化に変わった。もうこれ変化する前に変化してからね、変化保留に変化した。ジーザス頑張る、押せました。ソシラド、ソシラドで合ってるんじゃない、もしかすると。絶対音感発動、多分ソシラド。よーし、うわー、インパクトフラッシュやなんだこのおもろい騎士。はい、気持ちいい。あ、もう数えちゃった。キャオル、どうした急にキャオル、天然のキャオルが出まくっている。なんだこれは、2万発いくぞ。ちょっとなんかたくさんウコンの力とヘパリーゼもらったから、もう飲んじゃう。備えあれば憂いなし。俺も水分補給はね、もう水かね、ウコンの力かって決めてるから。どんなに備えてもね、二日酔いなんだよな。ごちそうさまです、ショボレンでした。はい、五連だね。まあまあまあ大健闘。今持ち玉が18600玉、もう大勝ちは揺るがないね。ゆとりさんが死後の確定だね。まあ、あの連チャン数でプラマイゼロになってんだから、上2個じゃねえかな。4と5で初当たり結構違うから、理解して打ってるのかな。ゆとり君はもうゴチになりますとか言っとったけど、一応俺この台長く打てば打つほどマイナスの台ではある。ダメだ、もう今日香るダメ。2連で終わりました。じゃあ、もう終わりみたいなんで、はい、この後ね、店内状況の後にご調理。はい、店内状況、私の台はマイナスと、まあ、これはゴチパートでワロさんに愚痴りたいと思います。そしてお隣の台は、プラス1ですね。はい、こんな感じで、この台もプラス1なはずです。2997枚出ています。そしてこちらの台が結構俺と同じような展開で
まあ、ちょいマイナスって感じかな。さあそしてこちらの台が、ちょいプラと、そしてこちらの台もプラス行き、そしてこちらの台はもうはちゃめちゃにプラスなはずです、6400枚出てます。この初当たりの感じ前代あっておかしくないんじゃないかなといった感じです。さああとこちらが銭形、当日9000枚、そしてお隣が当日5600枚、さらにお隣が当日5000枚と。はい、そしてこちらカバネリが現在2箱で、まあ、ちょいプラという感じかな。はい、そしてこちらハーデス2箱半ですね。はい、そしてこちら絆2、まあ、いい感じのグラフですね。まあ、ただグラフ的に人は変わってそうですね。こちら半箱なんで。さああとこちら永遠の消防隊が2箱ですね。ただもうやめられるみたいですね。はい、そしてこちらの永遠の消防隊が逆算で5、6が確定したとのことです。はい、そしてこちらガンダムユニコーンがめちゃめちゃ綺麗なグラフですね、現在2箱半と。さああと俺の空が当時3000枚ですね。さあこちら花花が11-8で118分の1、さああとこちら新花火が20-18で126分の1、はいこちらニューパルサーですね13-8で128分の1、はいこちらアイジャグ24-19で119分の1、あとこちら16-19で110分の1、そしてこちら22-19で110分の1、さああとこちらマイジャグ20-16で123分の1、はいこちら28-17で97分の1、そしてこちら22-28で114分の1、はいあとこちら20-18で127分の1、あとこちら30-17で105分の1。さああとこちらラブジョー2がこんな感じのグラフで当日2300枚と。さああとこちら絶対衝撃ですね、2箱半出ております。はい、こんな感じ。さあそしてこちらアネモネなんですけれども、結構早い段階で4、5、6角聞いております。さあそしてこちらサラリーマン金太郎が、3箱出ております。当日3700枚といった感じです。以上店内状況でした。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。ということでね、佐賀県ごち森実践終了と。わー、じゃあ僕から行きますね。どうぞ。北斗の拳座って4、5、6角出しました。素晴らしい、ね、イントロビー出しました。でなおかつオーラーも全色やってます。白からレインボーから全色やってます。すごいね、なかなか引けないからな、はい、ということで私の収支いきたいと思います。はい、投資が28,000円、46枚貸し出しなので1288枚、そして回収が471枚なので817枚マイナスです。じゃん。スロップラー、いやもう我慢できずにやめちまったか。いやあのね、もう心が折れるとはまさにこのことって感じ。折られた。ワロさんがもう勝ち確定だよ、もうものすごい出玉あるよって言った時に、俺は勝ってるうちにやめるんだって思ったんだけど、やめ時はあそこだったね。あの後ね、700あった。まあ俺気使ってあげたんだけどね、やっぱ打っちゃったか。いやあの時ね、君の言葉の意味をねもっと考えるべきだった。多分君だったら出ないよってことだったんだと思うんだけど。俺設定以上の何かをね、今日見えていたからね。いやそうだよね。晴れちゃってるもんね。あー、これも見えた。うん、いやね、もっとね、分かりやすく言ってほしかった。やめよって。いや、やめよって。まあまあ、そんな言ってますけれども。はい。まあ、オルさんのね、終始次第ですから。ごちもりといえば。聞いちゃう？はい。私ね、今日も絶対に負けないぞっていうね、強い一本槍。うん。もうそれを突きまくりました。おお。初当たりもうね、分からない。死ぬほど引いた。分からないくらい引いた。分かんない。パチンコで分かんないくらいすごいね。いや、すごいよ。319だもんね。もう、あまでじかのように当てまくりまして、はい、投資14,500円。すごい。回収12,227玉。おお、覚えてる。今夜はね、楽しめるぐらいのね、資金はできたんじゃないかなと。いや、すごいよ。任せてよ。すごいよ。いや、もうね、ダネ君、今日はさ、好きなもん食ってさ、積もったけど負けちゃったって欠損はさ、温泉で洗い流してよ。洗い流しちゃっていいかい。やっちゃおうよ。なんかワロさんとゴチ掘りすると最近ゴチパートでまくってる気がするわよ。そうだね、うん、じゃあね、この後ね、ゆとりくんの欠損回収の旅に行きましょう。はい、といったわけでゴチパートどうぞ。とりあえずね、まずは肉から行こうかなって感じで。佐賀牛ですか。はい、佐賀牛。結構あの近場に良さげな店があったんで、そこに向かいたいと思います、うん、昨日の下見も生きてると。生きてますね。あとはまあ撮影許可をね、出してくれるかってことなんで。そうだね。でもね、今日の感じいける。あ、もう見えてる。星 4.5 ぐらいある。もう全部をね、パチンコに例えられちゃう。今日変な食レポしたかもしれない。それはそれ楽しみだけどね。はい、ということでね、着きましたね。まあ、撮影許可に関しては星 4.5 で通ったんだけど、やってないとちょっとね、パチンカもそうじゃん。そうだね、パチンカさんも営業してなかったらもう抽選受けれないから。あ、でもまだいっぱいありますから。はい、うん、まあ、この温泉街をね、渡り歩きたいと思います。はい、はい、撮影交渉です。すいません、
鎖なんですけど、してないんですよ。あ、分かりました。はい、いただきまして、はい、はい、またお願いします。またお願いします。失礼します。ちょっと分かんなかった。でも、まあ、無理だなと思って行ってみた。銀座かなって思った。ちなみにカウンターにいた女性とかも本当に銀座かなっていう感じで、多分銀座から来てるよ。そうだね、まあ、抽選を受けることが大事だ、大事だからね、うん、そうそうそう、いけるかな今日ごちもり。いやいや、こう、もうこれからこれからこれからだよね、うん、だからどうしようか、やっぱちょっと佐賀牛はちょっと食い地差があるな、うん、もう一個焼肉買ったんだよな、ちょうどこっちの方だ。いやでもうちらこんなに天気悪い時に来たのにさ、うん、出歩いてる時奇跡的に雨降ってないよね。そうだね、昨日から今朝のね、あれ見てもらえれば分かると思うけど結構ずっと雨降っとったんよ。警報とか出てるもんね。そう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 、朝だって雨めっちゃすごいなって言ってたのに、旅館の人ね、いや雨弱くなってよかったですねって言ってたからね。もう昨日一体何があったんだって、ね、確かに俺朝風呂入った時露天風呂、うん、やっぱ川すごかったもん、うん、あと少しで氾濫するみたいな昨日はもう泥酔して寝たあれかな、あれだね、やってるね傘でこうやってやるっても育ち大丈夫あそこだよねあんまり傘でこれ立たないからね、うん、楽しみだね。おすごいすごいすごい、田舎だと思ってるから何年前にと思ってるでしょついつい童心に帰っちゃう、はい、ごめんください、二人なんですけど行けますか。ご相談がありまして、僕ら YouTube やってまして、はい、食事してる風景を撮影しても大丈夫ですか。いや、今ちょっとね、忙しい点が、難しいですかね。わかりました、すみません、またお願いします、はい、本当に肉食べたい。いや、俺ね、魚でもいいんじゃないかなって。いや、そうだよね。はい、じゃあね、次はね、新八寿司だね。はい、はい、ちょっと確認していきます、うん、はい、そうだね。二人なんですけど、行けます。あ、ちょっとご相談がありまして、僕ら YouTube やってまして、ご飯食べてる風景を撮ってもいいですか。いいですか、ありがとうございます。大丈夫です。素晴らしい。わらさん、魚が食べたかったんだよ。そうだよね、言いづらかった。やっぱ飼ってる人がね、肉って言ったから言いづらかったんだけど。そうだよね、本当はね、ごめん、俺魚が食いたかった今日。ごめん、察知できなくてよかった。北斗の毛ももっと早くやったかったもんねそう、ごめん、よかった。大丈夫、大将だな。そりゃそうだ、早く見たいもん、大将のエヴァ、大将がエヴァ打つとね、すごいんだから。いや、そうよ、今日何回発音で聞いたか分かんないな分かんなくなっちゃったもんね、分かんなくなっちゃったもんね、うん、両手じゃ足りなかったはず、うん、もうね、大将にね、北斗ぶっ通しかった。どっちぶっ通しかった。カメラマンやりたかったもん俺燃える掛け持ち勇気、言葉があるからしっかり、うん、じゃあ掛け持ち遊戯。いや、うめえ。うまい。今日はマジで楽しかったな。ハマってないもん。羨ましいよ。俺今日ね、つまんなかった。じゃあ今度、北斗もエヴァも隣で教えてあげるわ。いや、教えてほしい。それがまあ、俺みたいなパチスロ YouTuber の役割でもあるから。そうだね、うん。こんなに流行ってる機種じゃん。もう北斗もエヴァもね、モンスターマシンじゃん。うん、どっちも苦手。うん、しばらくちょっと距離置こうと思って。マジでこの今全国第二期集一番見てもやめとこって、うん、トラウマを植え付けられたから。弱いんだ検証が。塗り替えよ記憶をね。そうだ、うまいもん食って、温泉入って、といったわけで来たのがこのお通し。マグロだね。でもマグロじゃないよこれサバかな。でももうそこの答え合わせいらないから。うん、わらさん、これはね、うまい魚だね。うん、もうこの世にはうまい魚かまずい魚かもう2種類なんだから。あ、ちょっと温泉豆腐もあるわ。絶対食べたい。これをどこのタイミングで刺すかってとこよね。昨日はもう素人だったからさ、もうわけわからんタイミングで頼んだけど、うん、そうだね、絶対にね、最高のタイミングあるんだよね。佐賀っていうの嬉野だよね。温泉豆腐っていう、その温泉で湯豆腐してるやつ。絹っぽいんだけど、めっちゃ柔らかくて、で、その出汁がね、めちゃくちゃうまいんだ。めちゃうまい。まあ、後で食うから、うんうん。でも衝撃あった。俺らも3回食ってる。3回食ってる。で、また食ってる。だって不思議だよ。佐賀来て2食しか食ってないから、3回食ってんだから。うまいんだよな。あれこそ本当に継続率89%かもしれん。うん、しばらく落ちさないよね。いや、マジ偽りなしって感じ、うんうん。めちゃめちゃ北斗の剣の詐欺被害者みたいな立ち上げたいもん、うん、ここね、やっぱ細巻きの種類えげつないいっぱいあるからね。しそ巻きも気になるよな。うまそう、しそ巻きこれだと思うか。しそ巻きめっちゃうまそう。食った時にありがたいよって言ってるありがたいだろう。ありがたいよって言ってる、このタイミングのしそ巻きすごいよってはい、こちら、じゃあのお作りですね。
これがサガン魚なんですけど、はい、スートラとクジラとアザザイと、これヒラメの昆布締めですね。で、タイのしびれ作りです、はい、うわすごい。これまだこれヒラマサとヤリイカ、はいはい、とタコでとイカのケツです。はい、ありがとうございます、はい、すごいうまそう。こっちが上盛りで、こっちが佐賀のお魚と。ここだけ銀座じゃん。そうだね、いい、いいですよ。一番気になってるこの、なんだろう、中トロじゃない、ギリ牛肉に見えるもん。だってこれもう降りた瞬間にもう脂が浮いちまったか。このわさびになっちゃう。耐えうる。ごめんごめん、もうこうなっちゃう。比率的にいただきます。限りなく生肉を食っているかのような旨味が来るわ。なんだこれ、ほぼ佐賀牛だけど魚だから本当に程よく食べれて、いやこれはすごい。そうなっちゃうな。いやいや、合戦が始まったわ。すいません、瓶ビールをもう一本。そうなっちゃうわ。こっちが佐賀のお魚、確かイカも名産だったはず。わさびどうしようかな。なしでいきます。あ、素材のまんま、ごまかさない、わさびで。これが本物なんだよな。しっとりしてイカの味がシンプルにうまいわ。わさびつけたらどんな味するのか。わさびとめっちゃ合うわ。そうだろうね。わさびで食べた方がいい。ただ結構つけすぎてもすごいしっとりしてるから別になんかツンとならない。味がしっかりしててうまい。俺はねずっと気になってたよ、ゲソが。なんかね、シソが散らしてあるのかな。一手間はあるね、うん、あんま食わないよね、ゲソの刺身って、うん、あんまない気がするわ。あんまないよ。やっぱさっきみたいな感じで、うん、そうめんになってるわ。いただきます。一回のゲソで一番うまいのが刺身。飲みに行くたんびにゲソの刺身食べたいくらいうまい。でもやっぱね、生で出してないんだよな。ボイルされてたりするわ、うん、あ、そうだね、うん、そうだね。鮮度的な問題もあるよね、うん、だと思うわ。マジでめっちゃうまいわ。俺も食いたいわ。しかもシソが最高。助かる。最高。え、これは本当にわさびなくて、俺も全然良かった。じゃあちょっとこのどう見ても馬肉か牛肉かに見える、うん、クジラ肉。いや、まあ、もうこんな霜降りだからもちろん脂が。そうだよね。いただきます。新加減くらいうまい。何回か食ったことあるけど、俺クジラうまいと正直あんま思ったことない。珍しいもん食ってるなって感じだったけど、溶ける、まず食った瞬間に、いい肉食うと口の中で溶けるみたいな言うじゃん、うん、もはいらないわみたいな。マジでそれすごい、めっちゃうまい。これめちゃめちゃ飲んでよ。飲んじゃってよ、遠慮しないで。積極的にクジラ取っていこうと思った。うん、変なところで敵作っちゃう。いや、日本の食文化ですか。そうだね、うん、もう戦後の日本を支えたね、うん、食文化ですからね。いや、これマジうまいわ。ちょ、衝撃的だったわ。タコも好きなんだよな。タコ物とか買ってたもんね、昔ね。あ、てかこれ別にあのセブンとかでも買うようなタコ物、ね、うん、コンビニで売ってるような、まあ、ちょっと言い方悪いけど、まあ、セブンとか関係ないような、うん、特にこだわりがないようなやつ好き好んで買ってるから、うん、ここのタコ物食ったら死ぬんじゃないか。死ぬ可能性あるよ。全然違うわ。もう味がもう全然違う。食感こそ近いけど全然違うわ、うん、うまっ。すごっ。さらに英語ランク、ほぼステーキやん。すごいね。すごいよ。今小声になっちゃうくらいすごかったよ、うん、あ、でもね、脳がね、銀座とかね。いいね、意欲的になってきたね。いや、もう次ドイツとぶつけてやろうかなって。そうですね、楽しみになっちゃってる。ドイツといいファイトするかっていう、佐賀の方の写真とは何だったっけ。これヒラマサ。あ、ヒラマサだね、よく覚えてるね。こっちはヒラマサ。白身魚を全部ヒラマサと思ってる。うま、これもうサクサク。あ、サクサク系だ。サクサク系の油の乗り方が尋常じゃないか。サクサクしてる白身だからさ、結構そのすっきりしてるっていうか、うん、あれじゃん、食後感、油すごいもん、うんうん、そう、食ってる最中は分かんないんだけど、俺ら牛肉の油っていうよりかはこっちの方がいいかもしれないそう、ね、量も。そうだね、うん、お酒をどうしようかなとは思ってる。僕も合わせます。いや、丸さん合わせます。
って言ったけど、ちょっとわがまま言っていい？分かってるけど言わなくていい。結局これから来る特上握りとぶつけたお酒答えようか、うん、地元の地酒だよね。そうなんだよね。北斗の件の時は分かんなかったけど、うん、理解しようっていう、うん、理解してほしいって言ったよね、うんうん、分かってほしいっていう、うん、熱だから今、うん、もう分かってる、言わなくていい、言わせない怒られる人間がね、やっぱ嫌がるんだよ、やっぱそういうね、うん、言いたくないから、やっぱりその欲望をね、任せて。ただもう地元の地酒行っちゃおうかな。鍋島があるわ。鍋島か地場か分かんないけど、うん、行っちゃおうか、鍋島大吟醸行こうよ、うん、忘れようよ。あ、もう正直にもちょっと忘れてたけど、読みがちょっとこれもう忘れてるのに掘り返しちゃったよ、これ鍋島大吟醸。はい、はい、ありがとうございます。そそるぞ、これは計算してる、計算してる人類の H すごい、ジュースというか香りマジエグいよ。え、俺ゼノ公式で計算していい好きだね、ちょっと計算してみて。おいしい、おいしいや計算した結果おいしい、おいしい。こういうお酒と温泉とかね、盆に浮かべて飲むって感じ、すごいすっきりしてるからポカリみたい。せっかくね佐賀のお酒なんだから、ぶつけるなら佐賀の魚じゃん。ちょっと名前わからないけど、ちなみに俺それもうサイレントで食ってるけどめっちゃうまかった。黙ってた、うん、なんか話してるタイミングだったからふんふんふんって言いながら食ったけど、3キロあるからまだチャンス2回あるなと思ってなるほどすごくうまいね。何これ、ブリンブリンで美味しいやつ、うん、何これ白身なのにさ、しっかり味あるよね。ある、うん、そう、それがね、すごい感動した。これはもう頭から食べられる、頭から食べれる。あ、そうなんですね。食べれるんですけど、ちょっと骨が残るから。あー、なるほど、ありがとうございます。頭からかぶりつきでやってみてください。はい、わかりましたありがとうございます。ご当地グルメムツゴロウ、これは一回焼いたのを甘辛いタレで煮つけてるっていう。頭じゃなくて身の部分っていう、その頭がちょっと骨だって言ってたから。別に頭ももちろん食うけど。オッケーオッケー、うん、うまそうなね、いただきます。骨は多いね。あ、うん、うまいんだけど、これタレがすごい美味しいからムツゴロウの評価ができてるかわからない限りなく近いものを食ったことがある気がするんだけどな。多分誰でも食ったことあるものの味がするわ。なんだろう、え、でもね、これうまいよ。ってかこれタレがすげえうまいだろうね、うん、え、ちょっと頭もいくわ。うん、うん、ムツゴロウの頭、まあ、頭から食えるらしいんだけど、いただきます。アユとかよりは全然食いやすい。やっぱまあちっちゃいからなんだろうね、うん、頭の方がうまいかも。マジ？俺はね。いただきます。骨は結構多めなものではある、うん、どこかで知ってない？こいつのこと、うちら結構煮干しなんだよ、味が。なんだけど結構油分が多いんだ、うん、だからその煮干し系のうまいラーメンみたいなのするわ、うん、ああでもそうかも。てか味の一番近いのは煮干しだわ、うんうん、そう煮干しなんだよね。あ、はい、いただきます。特上おにぎりと、はい、あ、美味しそう。ちょっと待って、めっちゃうまそう。食っていい？いいよ、俺も食いたい。このタイミング助かる。味が強いさもの食べて日本酒飲んで少しなんかまあね、口の中忙しくなってるからね、うん、救世主、助かるっていう。ありがたい。うまいね、めっちゃうまいね、うん、こちら特上寿司。ゆとりくんくらい選んでいいよ。アナゴもらいます。僕はアナゴ大好きなんでここの店はタレがうまいってことは確定してるから。いただきます。おかわりしたいかも。おかわり。それもワロさんにも食ってほしいってことかな。これ俺独り占めしちゃうのはちょっと忍びないというかね。このアナゴ食えちゃうかっていう。タレあるじゃん、かけすぎてるところあるじゃん、べちょってやってるところあるじゃん、うん、いやマジでちょうどいい。はちゃめちゃにうまいね。マジか、うん、ワロさん、ん、ウニ行ってよ。行島の思い出、うん、ファーストインパクト思い出してよ。ちょっと本当こんなでいい、こんな。いただきます。思い出しちゃった、家族との思い出。俺小3にして反抗期だったわけよ。当たり前やね、うん、その時俺お袋ですごい冷たいことというかよく言っちゃってて、今謝りたい。謝ろうよ。謝るわ、うん、お母さん、この動画目に乗っていつかわからないと思う。
5年後10年後わからないけど、今はっきりと謝りたい。ごめんなさい。いいよ。お母さんありがとう。なんだそれ今途中からなんだろうと思ったけど、両番ただもなくて本当にまっすぐうまいウニ、初めてウニ食うとか苦手な方ここ来て食えばいいと思う、うん、俺エビ食いたい。え、マジ俺イクラ食っていい？いいよ、うん、イクラそのまま食ったから。もうイクラプチプチしてない。プチプチすごいわ、めちゃめちゃうまい。うまいんだ。何このリセット、このしそ巻きで俺には何回もリセット恩恵得てる、うん、これ嬉野のお酒です。嬉野のこれ嬉野です。この通りに造り酒屋さんがあるんです。あ、なんかあったよね、その あった、はい、そこのお酒です。ありがとうございます。この店に来てよかった。よかったね。よかったマジで。地産地消だね。だから俺らが泊まった宿の本当に歩いて 2,3 分のところが酒造、うん、またこういうタイプの日本酒もあるんかって思う。スパッとしてるね、うん、口に入れたら軟水みたいな、うん、温泉みたいな感じの舌触りだけど、飲んだらスパッてしてるね。結局美食家だからさ、たどり着いちゃうんだよね、この町で一番うまいもの。今度塩で入れてます。 ありがとうございます。塩ともその前にお塩つけてみて。はい、行っていい？あの行っていい？まさかね。俺が踏む前に、あ、もういいね。いや、さっきと違って塩って言ってたから、逆に言うと食ったことない塩で。アナゴもね。そう。でも相当な自信がないと無理だよ。やっぱり、再確認、信じられんくらい前。これは好みの問題になってくる。ちなみに、先に言うけど、ワルさんは多分こっちの方が好きだわ。そう、俺の言ってた意味をようやく理解してくれると思う。アナゴ塩。そう。これはね、とんでもないんですよ、このアナゴは。待って、ゆっくりかまして。そうでしょ、おかわりしたいんだから。そうでしょ。待って、もうアナゴの旨味はガツンってきて、かなりクリア。口に溶ける溶け方がさ、もうこういう風に広がるのがもうベストじゃんっていう広がり方するから、だから俺らはもう飲み込みたくないというか、もうずっと口にいてほしいって思う。いや、ちょっとこれ美食偏差値上がって帰ることになっちゃうけど、これ大丈夫？俺ら同じ味を東京で求めたらすげえ高いよ。よく言うとりくん言ってくれたわ、おかわりって。でしょ、まあまあまあとかじゃないやつってもう確定してたから。いや、そうだね、クエバってやつだったから。これはうまいわ。オラさん、オラさん、クエバってやつがまだ残ってる。壊れちゃう。ゆとりくん、これ以上のオーバーうまみは壊れちゃうよ。二口くらい噛むとね、異常事態に気づくのよ、口の中。すごいでしょ。いや、イクラを食うってなったら大体ね、5、6回咀嚼すれば終わりって思うじゃん。そうそう、13回ぐらい噛んだ時に、え、まだいるって思って。変わったと思うんですよね。随分長い子口の中にいるんだなみたいな。開封時間長すぎじゃない？いやー、よかった。ゆとりさんの厳選みかん。これから寿司はゆとりくんって行こうかな。教えてくれるというか、確かに。はい、お待たせしこの匂い、この匂い。それなんですよ、もう俺たちが愛してやまない温泉豆腐。愛してやまないね。これ東京に出してる店あるかな。行っちゃうけどな。そうそう、こうなるんよ。ちょっと崩れてる感じというか、半壊っていうのかな。そう、絹と木綿のいいとこしかないみたいな。そう、温泉の最後なのかな。これって何豆腐なんですか。あ、木綿なんですね。あ、やっぱそうなんですね。やっぱ合ってない、木綿っぽいけど、うん、柔らかいからっていう。やっぱそうなんだ。これタレもうまいんだよな。タレもうまいんだ。もう幸せ。ある程度腹も埋まってるはずなのに、空腹かのようなうまさ。てかもう豆腐なんかさ、生まれてからずっと食ってんじゃん、うん、これ一番うまいからね。そう、豆腐の良さを全面に出したのはこの温泉豆腐。悲しいことにね、この辺でしか食えないよね。この温泉だからね、来ないと食えないっていう。いや、これもう地元と地元もうやっちゃってんじゃん。いや、もうマジ。もう一泊する？もう一泊ありだよ、全然ありだね。全然あり。もうずっと足湯に使ってからまた来たい、ここに。ずっと足湯？そう、ずっと足湯してダラダラして、もう気づいたら夕方だねつって。来たいよ。ゆっくりとした時の流れの中で過ごしたい。過ごしたいよね。いや、もう絶対見ていた方がいいわ。最高でした。ごちそうさま。
はい、といったわけでこの超満足飯、はい、会計24,000円。こんだけ食べ尽くして、全然すごいマジで、全然お次が今生まれてるからね。トータルサッピータも全然勝ってるよ。全然もう全然そうだね。最高の形になったね。この後温泉入ってからさらにちょっと部屋でさ、付き合いますよ。行こうよ。うん。いくらでも付き合うというか付き合ってほしいと思って。うん。やりましょう。じゃあもう会計しましたんと。いやーこれはちょっとご理解があるわ。ごちそうさまでした。また来ます。また来ます。はい。どうも。ごちそうさまです。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまです。じゃあ温泉行きましょうか。はい。温泉行きます。はい、最高でした。喋れ。温泉入ってもオフや。いる？これ。いるか？温泉に来てるわけだから。いやもう気持ちよくなっちゃったよ。お前ら本物の温泉で知ってるか。知らないならここに来い。嬉しい温泉本物教えてやる。教えてやる。地元の人間みたいな初めて来たのにお前昨日からもう驚きっぱなしじゃん。驚きっぱなし温泉ってこんな効能がさっきも驚いた。ほんと気持ちが髪の毛もなんかねいつもと違うって。女みたいなびっくりしたもん。そうね、まあ、日本酒かましまくったから温泉からのハイボール完璧な一日に。お疲れ。お疲れ。いいご注文をして、はい、でいい温泉に入ったわけじゃないですか。適度にね節度を守ってる。そう、明日帰るだけですけど節度を守って、まあ、ちょっとだけ楽しんでもう眠りましょう。大人だから。確かにそうだね。ここでねやり上げて明日のさ、うー頭痛いむくみすごいだったら台無しだからね。そう本当にね体をね健やかにしましょうってなってるのに本末転倒だ ね疲れて帰ったらわけわかんないから。ああそう回復して帰るわけだからね、うん、次につなげようよ。 OK よく言ってくれました。じゃあ僕はゆっくりしっかりもう飲まないようにゆっくりしっかり飲まないようにじゃあお疲れ。多いじゃんね。はい、ごちもりも終わってね適度に楽しむということでね。32分。やりやがっちゃったね。塩分も申し分ないけどもうアルコールがすごすぎる、うん、これ飲んだね。ということでじゃあもう帰るだけの俺たちにどうぞ。はい、ということでね、はい、到着しました空港。これにて坂ごちもり終了と。はい、素晴らしい3日間だったね。でも癒された。リラクゼーションがメインって感じ、うん、ということでそんな坂をしっかり満喫してしまうセブンズ TV 最新スケジュールはこちら。来てくれた方にはあの東京っていうエゴの街に帰りたくないんじゃステッカーお配りしております。ぜひ参りに来てください、はい。今回スマスロ北斗そしてエヴァ正の方向どっちも大好きな騎士だわ。そんなごちょもりが見れて嬉しいぜ。嬉野温泉なんてめっちゃ良さそうやん、うん、行ったことなかったけど俺も行きたくなったぜ。私も行きたくなったって人はねぜひチャンネル登録をしてまたね皆さんの大好きな騎士も打っていくし皆さんが大好きなそんな土地にも遊びに行きますので、うん、そちらの動画をお楽しみに。そして遠征してる動画最高だぜって思ったそこのあなたね高評価の方よろしくお願いします。ということでまたセブンズ TV の動画が上がると思いますのでその時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃねーじゃねー。うわー。